IP コアとは LSI を構成するための部分的な回路情報で特に機能単位でまとめられているものを指す。単に IP と呼ぶ場合もある。ASIC 開発やプログラマブルロジックデバイスを用いた開発の際に利用する。1990年代以降 LSI の開発手法としてハードウェア技術言語による開発が盛んになり、 開発効率の向上が求められた。そこで、既存開発製品の回路を、機能ブロック単位で再利用可能な形にまとめ、他の製品でも、利用から部分はそれを流用する方法が用いられた。さらに、この再利用可能な機能ブロックは、その開発者だけでなく、他の開発者や他の会社との間でもやり取りが行われるようになり、新しいビジネスモデルが発達した。 IP コアベンダは LSI を開発するための IP コアを提供し、LSI 開発側は IP コアベンダに使用料を支払う契約を結ぶのが一般的である。IP とはもともとは知的財産という意味だが、半導体業界において回路情報は重要な技術製品であり、形のない商品として IP と呼ばれるようになった。LSI の集積規模が 飛躍的に向上したことを背景に大規模な IP コアも開発されるようになった。またプログラマブルロジックも規模、速度ともに実用レベルに達するとフープガをメインのターゲットにした IP コアも登場した。また IP コアベンダーとして商用のもの以外にフリーで配布されているものもある。長所短所デジタル回路の IP コアが一般的であるが アナログ回路の IP コアも存在する。ホーム、オープン構図。2012年4月2日閲覧。ありがとうございます。